草じゃ。わしの策を信じてまいれ。さあ一番乗りは誰じゃ。それではそれがしが、この世が天下大変なのは官兵衛様長政様のおかげ。どこまでもともしますぞ。我は栗山大輔じゃ。拍手。有馬の国から伝統文化の博多の町へ、黒岳御用達商人博多屋源押して参る。先の関ヶ原の戦いで最大の功を挙げ、福岡52万石を築いた我が名は黒田長政である。それでは参るぞ。人付き合いも焦ってはダメである。父の策で天下を取ろうぞ。わしの背中についてまいれ。我が名は福岡庄屋主黒田長政。この昔の名前を見よ。我ら福岡をもてなし武将隊。参ろう。おもてなし武将隊と申しますね。本日は桜祭りにお集まりの皆様、こんばんはじゃ。こんばんは。あまり元気がないようじゃからもう一回よ。我々福岡おもてなし武将隊じゃ、こんばんはじゃ。こんばんは。元気があっていいですな長政様。ありがとうさんじゃ。よしじゃあ善助、我々のことを知っておる者どれくらいいるか手を挙げてください。我々おもてなし福岡おもてなし武将隊のことを知っておるぞというのもって。ああじゃあ逆に聞こう。あ、今日は初めて見たぞということ。誰なんじゃというもの。ああもういいぞ、下ろしてな。我々の今の演舞を見てかっこよかったぞと思ったもん。あ、そこは気使ってあげてね。ああ、ありがとう。ありがとう。じゃあ善助、我々福岡おもてなし武将隊がな、普段どんな活動をしておるのかというのをな、簡単に説明しよう。源。あ、私です。そうだ。はい、よし、じゃあ源じゃな。2013年福岡黒田武将隊という福岡と軍師官兵衛大河ドラマ PR 隊を元に福岡おもてなし武将隊2019年より活動しております。福岡の観光振興、地域貢献をもとに皆様をより福岡を楽しんでもらいたい、大好きになってもらいたく活動している所存でございます。これからもどうぞご贔屓にお願いいたします。よろしくさんじゃ。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。そしてな、みんなが今いらっしゃるこの福岡城、ここはわし黒田長政が作り申した、初代福岡藩の藩主なんですよ。そうじゃ。そしてな、この地がな、福岡という名になったもの。そうじゃな。はあ、わしじゃな。そうです。そうじゃ。黒田家のおじいちゃんが住んでいた町、そこで小さな市場でたくさん目薬を打ってですね、黒田家は、武将になり大名にのし上がっていきます。その時の町の名前をここに持ってきているんです。黒田長政様がこの筑前の国で町を開かなかったら福岡という名前自体なかったと言い切れます。なるほど。だとしたらこのように南だと会うこともなかったし、こんな桜を見ることもなかったということか。いや、名前は福岡じゃないだけで南だと会うことはあったかもしれない。あったかもしれない。そうじゃ、はい、今のは余計なところじゃったな。
ただま、はい、いいぞ、はい、次まあそういうことでもう一回演舞あるからな、ああああもう一回演舞あるからな、ギリギリ待つんじゃな、みんな、そうじゃん、喋りだしたら 2,3 人帰っていったからな大丈夫、またな、演舞やれば集まってくるからな、はい、というわけで、演舞もうやるか、善介なんか言いたいことあるか、そうじゃな、善介様は3年ぶりなんですよ、そうじゃな私3年ぶりにこの武将隊にな、まあいろいろ未来から戻ってきて皆が元気な姿を見てちょっとうるうるしておる、そうです、ということで武将隊に聞いてみたいよ、何か聞いてみたいことあるよという方すごい引っ張り方をしました、ほぼ初めてなのに皆が、はい、ないか、はいはい、そこの坊や、なんかバカ、なんか聞いてみたい、この刀は重いですか、この甲冑はな20キロぐらいあるから重いぞ、会話が全然です重いんじゃ、だから分かりましたか、この刀は鎧25キロということですよ、あ、はい、なんじゃ、なるほど、あなるほど、わしらの演舞をなこう真似ておるということじゃな、ありがとうございます、ありがとうございます、牛乳をたくさん飲んで大きくなってな、また武将隊に入ってくれなさまあ、ちなみにな、今福岡城桜祭り開催しておるが4月1日土曜日、はい、あちらのたくさん飲食店があるな、あのブースでコロカン広場、コロカン広場の舞台、大きいステージね、な4月1日我々何時からじゃ、13時です、13時から、はい、1時からじゃな、演舞ありますんで、そちらの方もなぜひ見に来てくだされ、雨天中止です、怪しいんですよ今のところ、ちょっと曇りとかはいはい、まあ頑張っていこう、ではということで皆々がもう一つ演舞を見てっていう顔になっておりますが、そうじゃない、わかりました、どうですか、じゃあもう一本やろうかの、そうですな、じゃあ皆様に向けた演舞をもう一つしたいと思いますので、あちょっと準備をしましょう、さあ演舞の準備じゃ、皆様掛け声でそれでは参るそうで、おお、あそうじゃな、では次の演舞行く前にわしがそれでは参るぞと拳を上げるので、みんなも拳を上げておおという掛け声で次の演舞に移りたいと思います、みんなの気持ちの心の中のおおを出してくだされ、このおおが出ないと演舞の音が始まりませんので、な一度練習してみましょうかな、そうじゃな、じゃあこれは練習じゃ、じゃあみんな拳を出して、恥ずかしがらずに拳を出して、そうじゃ、今日は花見じゃからもうな、それではもう二度と会うこともない可能性もあるからな、ここでやったメンバー悲しいな、そうだ一期一会、まあ行こう、これは練習じゃ、それでは参るぞ、おお全然出てないぞ全然出て、もっともっと出る、おおが出るな、もっと出そう、善助言うんじゃ、あわしがですもう一回練習じゃ、じゃあもう一度練習でな、次本番行きますので、それでは参るぞ、はい、おおおーよおおだいぶ長いよ、いいぞ、それぐらい出してくれ、頑張ってな、そうじゃそうじゃ、では次が本番で演舞が始まりますのでな、それでは拳の準備じゃ、それでは参るぞ、おお完璧じゃ、
本日はお集まりいただき皆様ありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に、はい、我々福岡おもてなし武将隊めちゃめちゃ被っておるから最後に我々福岡おもてなし武将隊のことをどうしても写真機で収めたいという声が あったな、いっぱいあったな。今日は特別に写真を撮る時間を設けたいと思います。そうじゃな。では我々の決めポーズを参ろう。ここは強制的に写真機を出していただいて撮る時間となりますので。そうじゃな、そうでも出してください。ここであったのも何かのご縁でございますので出してもらって撮って、もしちょっと必要ないのと思ったら消してもいいから撮るっていうことをな。はい、出す、出して、はい、出す、出して、はい、そこの、そこの、はい、決めを出して、はい、はい、はい、そう、いいぞ、はい、我が君主は天にあり、我ら福岡もてなし武将隊、さあ撮るんじゃ。この後なもうたくさん福岡城大きいんでな、いろんなところでライトアップされておるんで、ぜひ最後まで福岡城の桜楽しんでくだされ。